はいどうもピヨキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますが、今日のトロールコース 7MMC アイはグーフィー軍バーということで、私は間抜けなクリボーということでしょうか。どのくらい間抜けか知らないがな、間抜けさでは僕の方が絶対勝ってると思うとクリボーよ。なんでこのコースを攻略して間抜け界の頂上、間抜けキングへと僕は上り詰めたいと思います。どうも、意味わかんない系 YouTuber です。これね、YouTube のコメントでぜひやってくださいっていただいたんですよね。最近投稿したコースなのにめちゃめちゃいいねが多いんだよね。このコース期待大だよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.11%。そういや、最近さ、埼玉県の方と Twitter でお話しする機会があって、埼玉県で有名なもの何って聞いたんですよ。そしたら、十万石まんじゅうって言ってたんですけど、十万石まんじゅうって何と思って。いや、申し訳ありません、埼玉県の方。でもさ、十万石まんじゅうって知ってる方少ないと思わない？コメントでぜひ欲しいんだけど、知ってる？十万石まんじゅうって。開幕なんもねー。ごめんね、開幕までずっと十万石まんじゅうの話になってた。今日喉の調子がいいみたいだね。なんでこのまま引き続きトロールコースを2個3個やっていきたいと思います。じゃあここはオートブロックすぐ上に行く。そしてここからどうするのか。これは新しくない、このクリボーにどっか連れて行かれるシステム。じゃあこの草の上に登っていけっていう感じかな。そしてよくもやってくれたなクリボー。お前を引き抜いてやるぜ。いや今引き抜けなかったんだよね。左側で引き抜けってことかな。そしてこの砲台絶対なんか出してくるよ。何を出してくる。一キャップか。この場所で投げたいけど一旦ここで置くのが正解。そうなんじゃないか。そして下に行く。うますぎる。この罠が焦るな。まだ始まったばかりじゃないか。ゆっくり行こう。そして動画の支度を稼いでやればいいのさ。ここはすぐ右に行く。はいスルタイム。頭がおかしいやつがいると蔑んだ目で僕を見てくれ。ドロールコースをやると誰でもこうなってしまうんだ。それじゃあここは全てを無視して右側の土管に入っていこう。土管に入れませんね。なんかこれだー。まあオープニングはこの辺で終わりだね。一旦右に行ってすぐ左に逃げてあいつらを回避する。そしてこのまま右に行けばいいと、そういうことだと思います。ここは右の矢印を信用してみるか。頼む。このしいたけ野郎が。そうなると左が気になる。なんなんだ。いやこれワンチャンまだいけるんじゃない。ここ叩いて左に行けばいいっていう感じでしょ。さあねえじゃん。もう分かってんだよ全ての罠は。あそこだけ。じゃあここは右のオンオフをしてすぐ左に行く。そして上をシッパしてみようか。そしたら大丈夫なんじゃないの。それか上のオープン何が降ってくるとかそういう感じなんですかね。それかもう一度ここでオンオフをして。なるほどもう分かったよ。あのオンオフの上にカキも落とせと。ここなかなかやるね。さすがいいねが400を超えたコース。じゃあここでどう。そしてここ来ないだちょっとバカか俺は。次こそちゃんとやる。すげここに逃げよう。そしてあのカキボをちゃんと倒す。ちゃんと倒してこのオンをしてドアに入ると、そういうことだと思います。いやうまいね本当に罠が。あそこ中間ポイントあるよ。一旦何もし、いや一旦大きくジャンプしようか。そしたら中間ポイントが取れたね。あのコイン怪しくない。ちょっと一旦行ってみていい。頼むって邪魔しないでよ。まであのコインの場所まで行きたいんだって。どうしてもまね邪魔するんだって。コインの場所まで絶対行ってみせるからね僕は。何これ死に耐久みたいなやつ。いや、いけないな。全然いけないな。なんでいや、もう絶対行ってみせる。あそこめちゃめちゃ気にならない。あそこの恋の場所行ったらどうなるか。一旦こっから走って左に行こうか。よしなんもないのか。じゃあここは一旦大きくジャンプして頭パッカーン。左だ。左にブロックがあったのが見えたぞ。そしてこのブロックはクリボーでカキボーがおそろで天国旅行に行ったみたいだね。あのクリボーを踏んですぐ上の下につながる。なんか違うとこ連れてったよ。こっち絶対違うんじゃないのですよね。あのクリボーを踏むところまでは合ってたんかな。あこっから上に行けばいいっていうことね。そしてここ絶対なんかある。なんか仕掛けてくるんだろう。あれは羽が生えてるから2回踏んですぐドアに入る。いや絶対そうだよ。うますぎる。さあここもうますぎる自分を見せようかな。そろそろで踏んでから一旦ヒップドロップ。なんで踏ましてくれないのなんか新しい敵キャラが生まれたね。その名もクリップ。ここは上をしっぱでいい。そしてツタに捕まる。そしてこの下のブロック多分開くと思うよ。ボキャーンとかなるんじゃないの。意外とだいぶなんないな。ちょっと期待したよ。そしてこのあっおりゃ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 だよ。どれだけ一発マリオで強敵のクリボーを倒してると思ってんだ。じゃあここのクリボーを倒してこの靴を手に入れて上に行けると。まだまだ甘いね制作者よ。このぐらいの仕掛けで僕はワーワーギャーギャー騒ぐと思っているのか。ちょっとなんで生き延びてんの。いや、わって言ったんだから素直に落ちておけ。でももう分かったね、僕がうるさいっていうことに。うるさいっていうのはもう分かられてんだよ。ツイッターで言われたよ。ドライヤーかけながら見てますって、そんくらいうるさいっていうことなんじゃないか。ドライヤーかけながらでもあなたの声は聞こえますって言われたんですよね。なんでそんなところに足場があんの。ここ絶対違うところでしょ。靴フューチャリング派だー。ここシーソーの方降りてっていいのかな。一旦シーソーの方行ってみる。ああ、そしたらこのシーソー動かないんだね。そしてこの先に滑ると、何この顔ちょっと可愛いんだけど、あの靴履いていかなくてよかったのかな。あの靴履いて右の土管に行くのが正解みたいな。頼む、チェックポイントに。まだなのこれ。なんか取ったらいけないような気がするよ。このスーパーボールで倒せと、そういうことなんじゃないのかな。いいんだよ。じゃああの靴を何でいいんだよ。頼むって。え、これじゃあどうやって取るの、あの鍵。あー、なるほどね、これでいいのね。焦らせやがってびっくりするな。でこれで多分チェックポイント取れるんでしょ。僕は何もしない。そしたら魚。ここがまだよく分かってないんだよな。左を出荷でいい。左を出荷したらいける。天国に行けたね。もう分かった、カフェオレとカフェラテの違いがな。さっき調べました。あぶね。よし、これで中間ポイントにゲットだね。あのクリボーは踏んでいいのか。踏んで何もしない。このぐらいじゃ僕動じないよ。じゃああのクリボーを踏んで右の足場に分かれと。さっきの違いやんだ。ここのクリボーは一旦乗っておく。そして左の足場に渡れと。そしてこのクリボーは踏んでおこうか。踏んで左に渡るんだ。そんなのはやらなくないですか。だって見えんもん。見えん罠をどうやって回避しろって言うんですか。でももう分かったもんね。あのクリボーのところを踏んで大ジャンプすればこの土管に入れる。そういうことなんですよ。今変わらなかった。そういうことなんですよとか気持ち悪いこと言わなかった。ここのブロックの中何があるんだろう。化石か。化石見つかりました。テレレレーってしてほしいね、ピンクだったら。じゃあここは剣で倒す。そしてあのキノコを追いかけなきゃいけないんじゃないの。多分そういうことでしょ。キノコだ。いや、うまいこと USA を隠してるね。剣で刺したら USA がどっか飛んでいくっていう仕組みか。この裏絶対にバネを隠してると思う。多分そういう方だよ、この制作者。いや、おかしいやろ。バーあったやん。なんですり抜けんのよ。え、なんでだろうね。ここ確かに左向きになってるよね、バーが。ほらほら、右に行けるんだよね。七不思議発見しました。あとの6個分かりません。じゃあここはカキ棒を持って左に行っておく。そうしないと多分やられてたよ、カキ棒が。でここで投げて何もしないでおこうか。ここ投げて上に行くで合ってんのかな。右下の2枚の恋の場所めっちゃ怪しくない？まあ右の砲台もめっちゃ怪しいんだけどね。ここゴールドがそんなんはないかな。一旦クリボー。ああ、クリボーをここに投げてドアに入れってこと。ああ、多分そんな感じだよね。なんで僕もクリボー、僕も君の後を追いたいと思います。決めんだよ。あのドアの向こうそろそろゴールがあってもいいと思うんですよ。頼む、ゴールよ。僕がすぐに迎えに行くからね。ここは一旦叩いて何もしない。そしたらゴール見えた。でも攻めてる。まずい予感しかしないぞ。ゴールが消されました。頼むって。こっからしびれ攻撃さえなくなれば早くしびれ攻撃なくなって。もう分かった、ここは右にダッシュしていけと。そういうことですね。ただ僕はこのクリボー引き抜いてやるぜ。そして倒していく。それでゴールだな。ねえな、見たかクリボーよ。これがトロールキングだー。うるせえ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ P スイッチを押すだけのコース1ということで、サムネを見る感じで P スイッチが2つあるんだけど、右の P スイッチってさ逆さまじゃん。あれ夢んのかな。左の P スイッチを押して逆さになったまま落ちてったらちょっとウケない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.25%。いや、クリア率 0.25% はめっちゃ難しいよ。P スイッチを2回押してからゴールね。まあまあ、とりあえず左の P スイッチを押してみようか。そしたらどうなるかだよね。あー、なるほどね。一応逆さになってくれるんだ。なんで落ちてる間に踏んで、もう一回 P ジャンしてゴールしろっていう感じっぽいよね。ただそれがめっちゃむずいんだろうね。踏むで、踏む。いやー、なんかいけそういけそう。多分何回かやり込んだらいけるね、きっと。そりゃいけるんじゃん。何回かにおっ、惜しい。今絶対いけたと思った。これ左から勢いつけた方がいいのかな。そうしないと届かないようになってるみたいな。ちょっと左から勢いつけていこう。なんで一番左から走って勢いをつけて P スイッチを踏め。いや違うんだって。ちょっとやり直そう。勢いがついた状態で右側の P スイッチを踏むことができれば。ふざけるな。このコースでふざけるのはきっと世界でお前だけだぞ、ピオキング。いや、むずっけ。右側の P スイッチを踏むことすら本当に難しいんだよね、このコース。ただこの状態で右側の P スイッチを踏むことができたらいけるんだ。お前がシャーペレペペレペ投げ出したい。投げ出したいですね、このコース。本当ですね。何これ、クリア率 0.25% ってこんなに難しかったっけ。だから僕は必殺技を出してないぞ。スーパーウルトラミラクルローリングさんだ。だ新技を解くとみよ。ムーンウォークミラクルローリングさんだ。ふざけるな。実はこれ20分以上やってます。たった P スイッチを2個踏むだけなのにこんなにも難しいんでしょうか。そろそろクリアしたいよ、頼むマリン。そろそろゴールを。いや、めちゃめちゃ難しかった、このコース。簡単そうに見えるでしょ、このコース。マジでめちゃめちゃ難しいからね。マリメを持ってる方はぜひやってみて、この苦労がわかると思うから。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。